ヒッツさん終わりました。イエーイ、ありがとうございました。どうだったこのツアー。じゃあ一人ずつ、どちらから。あ、私から、うん、はい、はい、今回のツアーはすごい14カ所って今まで多い場所もあって、結構関東も多めに行ったし、あの九州とかも結構行ったから、すごいいろんな場所の方に会えたんじゃないかなって思います。結構4人とか5人の時も多くて、ちょっと不安になる時もあったんですけど、皆さんの声援のおかげでここまで来ることが、ゴールまで来れました。ありがとうございました。はい、いろいろところどころ休んじゃったりもして、そのメンバーにもスタッフさんにもファンの方にも本当いろんな方に迷惑かけたんですけど、すごい皆さんフォローしてくださったりとか、あとファンの人もなんか私が戻ってきた時におかえりとか、あとなんかやっぱ6人だねとか言ってくれて、すごく嬉しかったです。私もたくさん元気をもらいました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。この14カ所本当に幸せなところばかりでした。また私たちに会いに来てください。よろしくお願いします。はい、ツアー全部ありがとうございました。もう本当に今回は今までのツアーで一番自分の中で楽しかったなって思いました。これからももっとダンス激しくして、次は歌の目標もあるので頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ツアー14カ所ありがとうございました。5人だったり4人だったり、なんかすごいいろんなところで、あ、こうしなきゃこうしなきゃって自分の中ですごいあったし、だけどでこれからも頑張っていこうって思いました。ありがとうございました。はい、皆さん最高だぜ。ありがとうございましたありがとうございました次の予定なんですが、3月11日市役所前広場、福岡市役所前広場にて WFM フェスティバル出演させていただきます。そしてライブハウスさんもお越しください。お願いします。お願いします。ありがとうございました。